どうも皆さんこんにちは、やんちゃんです。そう、髪の毛を切りました。今日はですね、四川料理じゃなくて新疆料理。一说到新疆菜，除了羊肉串，还有一个全国人民都非常喜爱的，那就是大盘鸡。でも私新疆省に行ったことないから、本場の味を再現するのが難しいです。なので今日も自己流の、新疆大盘鸡を作りたいと思います。今日使う材料はこちらです。まずは鶏のもも肉です。あとはじゃがいもです。そして青の唐辛子です。でもね、これちょっと失敗したかもしれないです。買った後に甘長唐辛子で気づいて、多分これ辛くないでしょう。でも大丈夫、この子も一緒に買ったので、ハバネロちょっと足します。調味料は生姜、ネギ、ニンニク、山椒、唐辛子、あと八角と、ウイキョウも少し入っています。まあ、好みによって玉ねぎとかパプリカを入れる人もいるので、今日はね、私の家にないから、まあ、一応こういう材料で作りたいと思います。我们先把鸡切成小块吧。まあ大きさはね、だいたい唐揚げより少し小さい、このぐらいの大きさかな。うん、 OKOK。 そしてね、お湯で少し茹でます。今お湯を沸かしています。私はね、ダーパンジをずっとウイグル料理だと思ってたんですけど、実は違います。お、水槽開了。那我们把它放进去。把把把把鸡肉放进去。ダーパンジは完全に漢民族の料理です。对，它就是汉族人发明的一道菜。虽然叫新疆大盘鸡，但是跟少数民族没有什么关系。我知道在日本，很多日本人一听到新疆，就会马上联想到维吾尔族。でも実は新疆省、新疆ウイグル自治区の中にウイグル族以外他の少数民族の人もたくさんいます。漢民族の人もたくさんいます。好，那接下来我们可以准备一下土豆和辣椒。はい、じゃあ1個これ足します。ハバネロ。わお。 OK、 じゃがいもも切りました。ちょっとね、大きめに切った方がいいかもしれないです。我们就开工吧。开工开工。哎呀，穿穿穿 apron。 よしよし、切りました。はいはい、はい、もう準備 OK。 那我们开始炒鸡吧。哎呀，说鸡不说吧，我错了错了。好，我们先放油。はい。いつもね、油の入れる量が多いって言われます。油を入れて、次は山椒を入れます。まあ、山椒と八角を先に入れちゃいます。ダンダラッタダン。ちょっとね、油で山椒を炒めたら、この山椒を捨てます。然后呢、接下来要放一点糖。そう、砂糖を入れます。砂糖を小さじの1杯ぐらい入れます。砂糖が完全に溶けたら次、鶏肉と、まあ、生姜、ネギとかそういう香辛料を入れます。はい、香辛料も入れます。火を中火ぐらいにして、まあ、3分間ぐらい炒めます。哇，好香啊。然后我们可以放一小勺酱油。醤油このぐらい入れます。哦，放了酱油，现在这个颜色是不是特别漂亮？然后如果有绍兴酒的话，还可以放一点这个
紹興酒も少し入れましょう。あ、めっちゃいい匂い。バクチリ。まあ、普通の鍋で煮込むなら結構時間がかかるので、多分2、30分ぐらいかかりそうです。然后我想快点吃，所以呢，我想今天用高压锅来做。我们先把这个刚才炒的鸡放到高压锅里面。この鶏肉を圧力鍋の中に入れます。で、次さっき準備したじゃがいもと唐辛子を一緒に入れます。ちょっと混ぜます。然后呢，我们放一点点的水，本当にこのくらいで。見えますかね。こんぐらいでいいです。うん。好了，水放进去了，然后就把盖子盖上，用高压锅压。これがあればすごい時間の節約ができますし、料理も美味しくなります。哎呀，高压锅真的是一个伟大的发明。お、もういけるんじゃないですか？打開看一下。おー。わあ、すごいすごい。この蓋を開けた後にもう少し煮込んで水をこの中の水気を溶かします。好了，做好了，然后就可以装盘了。まあ、大盘鸡だから大きなお皿に入れます。はい、じゃあいただきます。あよ、先吃一个土豆吧。镜头好低呀。嗯，土豆好软，めっちゃ柔らかい。この味が染み込んでてめっちゃ美味しい。ご飯が進むわ。嗯，再吃一块鸡，好吃。哇，食堂の味だ。学校食堂的味道。でもね、完全不辣，全然辛くないです。对不起，我一个人在这里吃，我觉得。我老公有点太可怜了，ちょっと旦那がかわいそうだから。今から旦那と一緒に食べます。はい、じゃあ今日はここまでにします。大家学会了吗？如果学会的话，请记得给我一个赞哦。はい、じゃあバイバイ。